マークは韓国系カナダ人の歌手。男性アイドルグループ NCT のメンバー。SM エンターテインメント所属。本名はマーク・リー。韓国名はイ・ミンヒョン。ポジションはメインラッパー。2016年4月 NCTU でデビュー。2016年7月 NCT127 でデビュー。2016年8月 NCT ドリームでデビュー。 2018年5月、日本デビュー。2019年、サプレームでデビュー。1999年8月2日、カナダのトロントで韓国人の両親のもとに生まれる。幼い頃にバンクーバーに引っ越した。兄の影響でギターを学び始め、学校では作文と英語に熱心に取り組んでいた。アメリカのニューヨークに住んでいたことがある。2012年、 バンクーバーで開催された SM エンターテインメントのグローバルオーディションに参加した。勉強に力を入れていた子供時代だったが、偶然にも学校が休みになったことでオーディションに参加することになった。また、これが生まれて初めて受けたオーディションだった。昔から音楽が好きだったが、一度もまともに音楽をやろうとは思ったことはなかった。また、あまりにも若かったために、後に、 母親が行かせるべきではなかったと悔やみ、20歳くらいまでは側にいてあげればよかったと言われたという。初めてカナダを離れて韓国に行く時のことはずっと記憶に残っており、両親はカナダに残るので空港に一人で行ってそこで泣いた。初めて家族と離れることに心配もあり、両親を安心させたいという気持ちもあったという。2013年12月17日。 SM ルーキーズとして公開された。2014年ネットで放送されたエクソの番組エクソ902014に出演した。2015年6月5日放送 ABC ニュースの SM エンターテインメント特集コリアンポップアイドルズルールアジアで練習生としてインタビューを受け SM エンターテインメントのトレーニングプログラムについて語った。ファッションマガジン セシ8月号に SM ルーキーズのメンバーとしてグラビアが掲載された。8月15日よりコイックスアーティウムで行われた SM ルーキーズの定期公演 SM ルーキーズ賞に出演。8月23日よりディズニーチャンネルミッキーマウスクラブに出演。2016年4月4日 NCTU のメンバーとして公開された。4月9日作詞にも参加した。 デビューユニット NCTU のザ・セブンス・センスが公開された。4月15日、KBS ・ミュージックバンクにて正式デビュー。7月4日、2つ目のユニット NCT127 のデビューメンバーとして公開された。7月7日、ネット・ M カウントダウンで NCT127 として正式デビュー。8月21日正午に、 青少年ユニット NCT Dream のメンバーとして公開された。8月25日、ネット M カウントダウンでデビュー曲、チューイングゴムを披露し、NCT Dream として正式デビュー。10月26日公開、KBS に TV ドラマ、うちに住む男の劇中華で、スーパージュニア M のヘンリーが作詞、作曲して歌った君の心に入りたいに、ラッパーとして参加。 2018年2月、ソウル公演芸術高等学校卒業式にて2017年2月7日より、タイの乗り菓子、マシタの広告モデルに就任したことを受けて、プロモーション活動のためにタイを訪問した。2月17日より、ネットのラップサバイバル番組、高等ラッパーに出演し、ソウル厚生地域代表に選抜され決勝戦まで進出した。7月7日、公開。 ステーションシーズン2の各曲、ヤングフリーに、シューミント参加した。7月、SM タウンライブワールドツアーで、シューミント、ヤングフリー、ヘンリーと、アイ・アイム・グッドのコラボレーションステージを披露した。また、ソウル公演では、パク・ジェ・ジョンと、レモネード・ラブのステージを披露した。SM エンターテインメントと、ミスティック・エンターテインメントのコラボプロジェクトで、 ネイバー TV とネットで放送された音楽バラエティ番組雪だるまプロジェクトに参加した。12月1日、2017ママイン香港でダイナミックデュオジュホン、ジャクソン、バーノンらとコラボステージを披露した。2018年2月8日、ソウル公演芸術高校を卒業した。2月より MBC、ショー、K-POP の中心のレギュラー MC を務めた。 2月19日 NCTU として参加した楽曲 BOSS のミュージックビデオが公開された。4月2日 NCTU として参加したイエス・トゥデイのミュージックビデオが公開された。5月23日所属ユニット NCT127 がミニアルバム c h a ン n を発売し日本デビュー。10月18日発売ドラマ私だけに見える。 探偵の劇中歌、私という夢にジョイと参加した。12月末、NCT ドリームから卒業した。2019年1月12日、ショー、K-POP の中心の MC を卒業した。8月8日、SM エンターテインメントのアーティストからなるグループ、サプレムのメンバーとしてデビューすることが発表された。8月、SM タウンライブ2019 in 東京でベックヒョンの UN ビレッジにフィーチャリングで参加した。また、テヨン、ヒョヨン、チャンヨル、アンバー、ウニョクラとラップパフォーマンス、クエスチョン、を披露した。10月1日発売、KBS に t v ドラマ、朝鮮ロコのクドゥレンの劇中歌、ベビーオンリーユーにドヨンと参加した。10月4日、所属グループサプレムが、ファーストミニアルバム、サプレムを発売。 2020年4月14日、2018年末に卒業した NCT ドリームに復帰することが明らかになった。4月15日、ジャニーと共同制作のショートフィルム、フリーキーハンドシェイクを公開。4月26日、サプレムのオンラインコンサート、サプレムビヨンドザフューチャーでソロ曲、トークアバウトを披露した。5月1日、ジャニーと共作のオリジナル曲、 クタを公開。7月5日、YouTube の NCT Music チャンネルにてジャニーと DJ 配信ライブサニーサイドアップを開催。11月23日、NCTU として参加した 90S ラブのミュージックビデオが公開された。2021年1月26日、インスタグラムの個人アカウントを開設した。身長175センチ。 体重は61キロ、足のサイズは27センチ。血液型は A 型。常に成長することを優先に考える性格。趣味はギターを弾くこと、映画館に行くこと、ネットフリックス、音楽を聴くこと。特技は早寝。一番好きな果物はスイカ。好きな色は青。好きな食べ物はチキン。嫌いな食べ物はケチャップ。好きなアーティストはジャスティン・ビーバー。 ブルーノ・マーズ、エミネム。SM エンターテインメントのオーディションでは、ブルーノ・マーズの楽曲を歌った。ザウの名は、感謝の気持ちを忘れずに生きていこう。かつて作家になることを夢見ていたことがある。中学2年生の時に、韓国人の小学生の子供の家庭教師をしていたことがある。カモメのような形をした眉毛とクリクリとした顔立ちから、赤ちゃんライオン、または、 カモメというニックネームがある。コーションが苦手。目玉焼きを作ることが苦手である。ファンがツイッターで料理家のゴードン・ラムゼイにマークの作った目玉焼きを見せたところ酷評された。ネット NCT ワールド2.0では23人分の目玉焼きを作るミッションに挑戦した。SM エンターテインメントの社員による評価調査で1位になったことがある。 ソウル公園芸術高等学校の実用舞踊家を卒業しており、同科を卒業した同級生には、ミナ、アリンらがいる。NGO 団体、ワールドシェアによると、マークのファンによって、カンボジアに、井戸が寄贈され、井戸に、WeLoveMARK という名前が付けられた。NCT127、NCT DREAM としての作品は、NCTNCT127、 NCT NCT DREAM を参照。ありがとうございます。